はい、ドラマードラムインストラクターの山部みきおです。今回は、フラムケールーディメンツのですね、使い方についてちょっと分類法なんかを交えて説明してみたいと思います。現在ですね、夜中の1時過ぎですね。まあ、一応こうクレームはつかないんですけども、結構眠たいですね。なんだかんだいろいろあるとこういう時間になってしまいますけども、ちゃんとした説明ができるかどうかちょっと不安ですが、ちょっと頑張ってみたいと思います。フラムはですね、単体としてはですね、このような、装飾音符と本音符に分かれているやつで、それを同時にこの高さから下に向かって落ちると、低い方が先に当たって本音符がどこに当たるというわけで、一つの音節というか一音というかバッてやろうとしてるんですが、具体的には2つの音が鳴ってるわけですね。ただしこれは交互に演奏してこうやってるのとは全く別物で、イメージとしては一つのショットとして認識してやりますが、まあ、これを単体でなら結構普段の演奏でよく使ってる方がね多いんですけども、これのフラム系ルーディメンツで他のレンダーのね、タイミングとセットになったもの、こういうふうに入れていくものになると途端に自由に使えるって方が少なくなってくるので、今日はその分類の仕方の一つの提案としてちょっと聞いてみてください。まずフラムのルーディメンツのですね、分類の仕方っていうのはですね、要はどうして必要かというと、通常ルーディメンツをですね、使うといっても、特にフラム系のルーディメンツっていうのは、使ってみたくても結構意外と他のルーディメンツよりもですね、使うのが難しいって感じている方がどうも多いようなんですね。例えば、シックストロークローとかパラデューディドル、こういった、ディドル系とかロール系ルーディメンツ結構使いやすかったりするんですけども、フラムになってくると結構高度な感じというか、なんか自由に使うこなすがなかなか難しいという感じを、感じている方もね多いんじゃないかと思います。でそこでちょっと今日紹介する分類法が役に立ったらちょっと幸いですね。本音符ですね、アクセントを叩いた方の後から当たる手、これが次の音符を叩くものと叩かないで反対の手が叩くものの2種類に大きく大別して分かれているという感じがします。まあ、それ以外のものね、フラム系ルーディメンツもあるので、もう大きく分けてこの2つが特に特徴的ということですね。まずフラムというのは装飾音符と本音符に分かれているルーディメンツですね。そういうテクニックですね。この本音符の、つまり高いところから降りてきて後から当たる音符、これが、まず次の音符を叩くもの、代表例がフラムタップですね。ラムタップ、フラムタップ、ライライレフレフですね。ライライレフ、はい、これフラムタップです。とあとフラムドミル、ライライレフライレフレフライレフですね。他には、例えばそうですね、スイスアーミートリプレットありますね。これはライライレフライライレフ、ずっと一方通行ですね。もしくは左からだったらレフレフライレフレフライですね。ダブルストロークですね、いわゆるディドルをずらしたタイミングで始めてる感じなので、同時だとこうですが、こっちを、こっちのディドルの後のところから、つまり3つ目から始めると 1,2,3 こうやって、スイスアーミートリプレットになります。はい、フラムを叩いて、その本音符の後から当たる音で手と反対の手が演奏するものってのは、例えばフラムアクセント、これは代表例ですね。あとはインバーテッドフラムタップ、ライレフレフライライレフレフライってなりますから、これもそうですね。フランパライドル、あとは、フランパライドルディドル、このような、ルーディメンツは大体、そうですね、そういう構造になっています。
例えば、これに数字を当てはめていくってことなんですね。フラムタップは2になります。1212という分類ですね。ですね、1212122。これに対してスイスアーミートリプレットは3になります。1231231212123。でフラムドミルは4になります。1234123412341241241241。これ以外、まあ、これはこのですね3つかな、まあ、特に有名ですが、それ以外も例えばシングルフラム、これを1と考えることもできますね。それと5ドミル、はい、これは、フラムドミルが4ですから、それにもう1個付け足すと片手通行になるんですね。はい、こうなります。